ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。今日はシングル。シングルの人は駅に近い場所ではコンパクトタイプのマンションが増えています。通勤やショッピングなどに便利なだけでなく、将来的に賃貸や売却しやすいという資産性の面でも有利だと考えられます。都心やターミナル駅周辺など、 時給の高い立地を選ぶことがポイントです。それでは、お先に失礼します。